早く焦るな。おお、もう来た。落としてる最中に来たよ。うわー、なんか引きが違うなこれ。なんか引きが違うぞこれ。変なとこ引っかかってんのかな。スレパー。おお、サイズがいい。やっぱ変なとこ引っかかってるわ。よっしゃ、サイズがいい。おお、危ない。そこの、もう一回できるか。いける。結んだらそこ、そこ落として。よっしゃ、来た。高活性よ、今日は。来た。よかったや。めっちゃ引くやろ。まだわからんか。この入れ食い感がいいやろ。よし、ありがとう。あ、なんかサイズダウンしてる。途中で当たってきてんの分からん。上げてる時とか下げてる時とか、下げてる時もガンガン当たってくる。当たってくるルアーに。巻いてるときはさらに当たってくる。何匹も一斉にじゃれてくるんやろな。よいしょ。よう超えとるでこれ。よう超えとるでこれ。もう一本タックルあればさ、はい、あ、今は根魚かなとか今は青物かなとかできるけど。ああ、じゃあ、けど根魚やるならベイトの方がいい。ハイレバーならあるっすよ。弱い。弱いっすか。まあやれんことはないけど、でかいのかかったらいかれるな。タイラバ用にインチクつけたらいいんじゃん。インチク釣れるで、やっぱ根魚は。あ、そうなんですね。うん。来たよ、根魚。来ました？来た、ほら、はい、一撃や。やばで、また口火やったりして。いや、ここは唇はやめてほしいな。ここなんかそこそこ重量感あるから、アコウかな、なんやろ。うわ、また唇やも最悪や。サイズアップしてるし、ほんまこいつは。サイズアップしにすんじゃねえよ。こいつばっかが開いてんちゃうか。めっちゃ良いです。こいつほんましゃあかん。
の時はスピードの変化つけたりとか止めを入れたりとか。ついたっす。いやー反応はバリバリ出てる。あ、あります。なんかあんま振り良くないな。あ、そう、もっとずっと連れ続くね。スピードの変化で今ちょっと当たったな。おお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 おカメラに映らんとこでもがいてしまった。え、カメラに映らんとこでずっともがいてしまった。魚かかってWhoa!